こんにちは、大塚家具の上野でございます。今日はですね、新宿ショールームのこの双方のコーナーに来てるんですけど、まあオフィスチェアデスク人気あるんですよ今ですね。ただですね、今日はちょっと角度を変えてですね、最高のこの、デスク環境、これをご自宅にですねどう整えればいいかっていうことをですね、ちょっとスポットを当ててですね今日は紹介したいと思います。ちょっと私もかなり興味あるんですよ。ということでですね、手前どもの新宿ショールームのですね家電コーナー担当の池田さんに今日は来ていただいてます。池田さんどうぞこんにちは。こんにちは。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なかなか人気な、あ、本当ですか。ありがとうございます。再生回数もぐいぐい来て、ありがとうございます。じゃあ今日はですね、ちょっとこ の、 あの、はい、デスク環境についてですね、はい、ちょっといろいろご紹介していただきたいな。私もですね興味あるんですけど、何が必要なのかってちょっとわからないんですよね。はい。ということで、いろいろちょっとあの一つずつ見ていただきたいな、教えていただきたいなというふうに思うんですけど、はい、まずですね、ちょっと目につくのはですね、これキーボードじゃないですか。キーボード、はい、はい、でこれコードがないですけど、はい、これコードがなくてもつくもんなんですか。こちらは無線 LAN 対応のものになっておりますので、はいはいはい、コードがなくても。なるほど、はい、これはもうこれは別にどこのご自宅でもこれは使えちゃうということで、はい、使えます。あ、使えるのね、はい、それからね、形がこれ普通はこう、私あの自分のデスクで使っているのはこう平べったいやつですけど、はい、これちょっといろいろこううねうねしてますけど、これはなんなんどんな。これはですね、エルゴノミクスという、あの人間工学に基づいた、はいはいはい、あのデザインになっておりまして、非常に腕、あとは手首、そういったところに負担がかからない。ちょっと座って、はい、ちょっと手当ててもいいですか。あ、こういうふうに。あ、そうです。ここがね、はい、あ、疲れないし気持ちいいし、こう隙間も開かないのね。そうですね。ああ、なるほどね。あ、こういうことだ。だこういうキーボード一つ取り揃えるだけでも、はい、環境が整うということですね。で、これは何なんですかこれ。で、これは一応この点キーが。点キーってこれって何？この数字の0、1、2、3、4、5。あ、いつもだからこういうところにあるんですよ。上にあるんですね。それがこう別になっておりますので。ということで、はい、自宅でこう例えば計算機の機能を使いたいときにこうやってやって、これ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 ってこういうふうにそうですね。はい。で、これも紐が。コードがなくていい。ワイヤレス。あ、これもワイヤレス。はい、これもワイヤレス。ワイヤレス。で、これにこのマウス。で、これで3点のセット。あ、これでセット。あ、これでもう1セットになってんだ、はい。こういうセットで販売してる。そうです。あ、なるほど。で、別にこれ使わなくてもいいし、使ってもいいし。そうですね。で、これもしつこいですけど、これコードがないけど。はい、無線で大丈夫です。大丈夫。はい。これマウスも無線がない。マウスも無線がない。あ、無線がないけど、マウスもコードがない。コードがない。で、これはマウスっていうぐらいですけど、はい、これコードがなくても、はい、夜どっか行っちゃったりすることはない。どっか行っちゃったりすることはないないよね。はい、どっか勝手に走ったりすることはない。ないないない。はい。で、これはマウスで、じゃあこれはこうやって使う。はい。で、これは何？これはですね、オフィス向けのちょっと仕様のマウスになってまして、これもマウスだ、ね。マウス。で、これも、無線で使える、使える、はい、ものなんですけども、はいはいはい、こちらのマウス、ここにですね、こう横にスクロールするボタンが、はい、これ何のついてまして、で、Excel だとか、はいはいはい、あと映像編集だとか、そういった横スクロールするときに、通常のマウスっていうのはこう横に動かさなきゃいけない。こういうふうにしなきゃいけないのに。そうですね。これを固定したまま、こういうことできると。これも？そうですね。縦スクロール。こういうふうにしなきゃいけないものを、はい、縦横のスクロールを手元でできますよ。で、これはセットになってないから、こういうのは自分でこうなんか、これはそうですね。バージョンアップして、これだけ使っていただけるってことね。はい。はい、で、ここもちょっとさっき来たとね、はい、この映像始まる前にこう触っちゃったんだけど、はい、なんかやけに手触りがいいんですけど、はい、これはいわゆるマウスパッド。これはマウスパッド。そうですね。この上でマウスを走らせていただくと、はい、こういうふうにするわけね。はい、で、さっきね、ちょっとあの箱の後ろ見ちゃったんだけど、はい、これなんか特別な、そうなんです。効果があるみたいじゃないですか。そうなんです。あとここの上にですね、携帯電話。ここに、はい、自分で使ってる携帯電話を。を置くと、置くと充電ができると。自然に充電してくれるの？充電してくれます。で、どんな電話でも？はい、一応それで地位という規格に対応してる。なんか QI って。そうそうです。今の iPhone の。QI の規格に対応してる機器だったら、はい、別に iPhone じゃなくても。iPhone じゃなくても大丈夫。じゃあもしかしたら地位対応だったら電話じゃなくてもできるってこと？
電話じゃなくても、例えば今だとApple Watchとか地位対応のモデルだったら、はい、置くだけで充電ができちゃう。充電ができます。めちゃくちゃいいじゃないですかそれ。そうですね、非常に便利な人気の商品。知らないんじゃないですかみんなそんな。そうですよね。はあ、ということで、今あの無線のキーボードでちょこういうセットになってるね、はい、マウスとね、それとあとはバージョンアップ型の便利なマウスと、はい、それからあとは充電機能付きっていうの、それのマウスパッド、はい、でこれだけあってもすごい気持ちいいことができると思うんですけど、はい、あとねもうちょっとこれ私左側にちょっと今見てみたんですけど、はい、これ角度が変わってるじゃないですか、はい、でやっぱりこうやってやってると首痛いなとか、そうですね、なんかもうっていう風になるじゃないですか、はい、これはパソコンスタンドになってまして、はいはいはい、パソコンの目線が上がることによってあと肩あと腰そういったところの負担が非常に軽減される。めちゃくちゃ楽です。ですよね。めちゃくちゃ楽。はい、でこれね角度も変えられる。角度も変えられます。じゃあ自分の角度にもうちょっと高興奮したいとか、はい、どうやるんですか。持ち上げていただいて。はいはい、あこれを持ち上げ、はい、ごめんなさい。でこれ、ね、あいろいろ、ね、無段階とは言わないけど、はい、稼働できるわけだね。あこれねあこれがちょっと見て、まあ、でもこういう姿勢とかいろんなことができるってことだ。でこれねこの幅に今合ってますけど、はい、もっと大きいものだよ。大きいのもあります。じゃあサイズもいろいろお客様のパソコンに合わせて、そうですね、こういろいろ選べますよと、はい、でこういうふうにやりながらこうやってやったりとかこういできるわけだ。そうですね。ああいいじゃないですか。であとは今そういった小さいモニターだと目も疲れてしまうのでこういった別売りのちょっと大きい PC モニターだとか、あこれ PC モニター、はい、ああそういう もっと大きいものもあるし、そうです。あ縦にできたりするものも、縦にできたりするものもあります、まあ、そういうものもあるんだね、はい、あなるほどね。あとね、はい、まあ、ズームっていうの、ズームっていうのがちょっとあれだけど、はい、の画像が映って、はい、声も聞こえて、はい、遠隔のこう会議とかっていうのもあるでしょ、はい、でこれじゃあちょっとできないですよね多分ね。そうですね、カメラがやっぱり必要になります、ね、私のことを映ってるカメラが、そうですね、でそういうカメラっていうのも内蔵してるものもある。内蔵してるものもありますけども、うん、こういった別売りのものもこういった形で、これがカメラ、カメラ、ウェブカメラということ。内蔵カメラがないものを使っている方でも、はい、こういうカメラを別売りで買っていただいて、はい、ズーム会議というのができちゃう。できます。ちょっとその仕組みを教えてください。で、こういった形で、何でも挟むだけ？これは挟むだけですね。あこれはってことはなんか他のものもあるわけ？挟まないのもある。挟む置き型のものとかもあります。置いてこういうふうに見せるものもあるんですね。でこれは今置き型でちょっとイメージをやってください。これを、コードをつなげて、これはもうパソコンに接続するだけで、パソコンに接続するだけ、はい、ですぐもうでズームのこう取り込んで、で映像をここで取り込んで、うん、でズーム会議とかで入社することができます。そうなんだ、はい、で、あとこちらに関しては、フルハイビジョンという画質で、あ、どうだ、向こうで見れる画像も綺麗、はい、綺麗ですし、あとはマイクも内蔵になってます。あ、これ、はい、もうこれぐらいの声で喋っても全然大丈夫。こんな風に喋らなくても大丈夫。はあ、じゃあ本当にもう簡単でもうものの何分かでもう接続もできちゃうってこと。そうですね。ああ、すごいな。ということで今、こういうあの無線のこういうあのキーボードとマウス、はい、それからあとはウェブカメラ、ウェブカメラ、はい、これがあるともうほとんど全部揃う。そうですね、今のいわゆるテレワーク、オフィスワーク、結構最高な環境ですよ、はい、に近いわけですね、そうですね、はい、であとこの辺に置いてあるものとかでちょっと使い方も教えてくれる。これ何ですか。一応これヘッドセットっていう形になりまして、ヘッドセット、はい、ヘッドホンとマイクが一緒になってる。ヘッドホンとマイクで、これマイクがあるけど、そうですね、例えば夜中とか、あの声とかが外に漏れたりとかしない。そういうことか。夜中だと、向こうの声も聞こえちゃうし、そうですね、私も少し大きい声で喋んなきゃいけないとかっていうことがあるので、はい、これだと自分だけしか聞こえないし、あんまり大きい声で喋んなくてもっていうこと。そうですね、はい、それよか。だから昼間みんなの前でやるときにはあんまりヘッドセットはつかなくても。そうですね、であとこれも一応無線になっててコードがないので、一応パソコンから10メートルぐらいは離れても。だからちょっとこう、はい、こうやってやってとで喋っても大丈夫。そうそうですね。すげえな。でも会社行かなくていいよ。会社行かなくて大丈夫。行くのやめようかな。すごいね。で、あとまあいろいろこう蒸しちゃったりするから、こういう、そうですね、近くにこういうね、卓上扇風機だとか、ああそういうものがあればより快適にお過ごしいただけるね。ということで、まあこんだけでももう基本的にはもう最高の環境。そうですね。で、お値段一つ一つっていうのはね、今、はい、お知らせするっていうことじゃないのかもしれないけど、はい、
もう とてつもなく高くて大変だよっていうことでもない、はい、でもないです。あの意外とあのあ意外とこのぐらいで揃うんだっていう方が多いですか。はい、なるほどね。でね、あとね、インターネットのこうなんかこんな環境っていうか、そうですね、あのまずやっぱりウェブの、Zoom とかをやるのにはやっぱりインターネット環境っていうのがどうしても必要なんですね。やっぱり必要になりますので、そこもご安心ください。あの当館でどういうのお申し込みができます。はいはい、で当館の方で、まあ、ドコモ、au、ソフトバンク、あと UQYMAX、こういった各キャリアが、常駐しておりますので、そういったところでの、光回線のお申し込みだとか。光回線ってあるんだ、はい、よくあの量販店さんとかにお邪魔すると、はい、光回線もどうですかとかって言われたりするじゃないですか。あんまり、ね、意味がよくわからないんですよ。それがあると何なのかっていうのがよくわからないんですけど、はい、まあ、まずそれにお申し込みいただいて、まあ、インターネット環境がご自宅に整いますよと。なるほど、はい、じゃあその光回線っていうのを一緒に、はい、申し込んでお願いすれば、はい、もうこういう機器は自分でポンポンとつなげれば、はい、あっという間にもうズーム会議なんかもできちゃう。できます。はあ、今までそういうことをあまりよく知らない方たちが難しいもんだなと思ってたけど、はいはい、意外とやってしまえば、あ、こんなに簡単にこんなことできるんだと。そうですね。なるほどね。でもこれからね、はい、一時的なものじゃなくてリモートの環境ってずっとこれからの需要が増えていくと思いますので、はいはい、本当にあの自分 のデスク周りとかをもう一回見直して、どうせいい仕事をするんだったら、はい、やっぱりいい環境でした方が気持ちもいいですしね、はい、そうです ね、まあ、作業もはかだるから、ね、いい仕事もできるしね、はい、ということであのこういう環境作りをした方がいいんじゃないですかと、はい、いうことを今日池田さんにお伺いしましたと、うん、いうことです、はい、しつこいですけどちょっともう一回言ってみますね、はい、こういうあの PC モニターは少しあの自分家よりもう少し大きいものがいいなということでしたら、はい、いろんなサイズがご用意できてますよ。そうですね、はい、でそこには、まあ、マイク付きのものとかもありますけど、あ、マイク付きじゃないか、マイク付きもあるしでカメラ付きもあるけど、はい、後付けでこういうものもご用意できますよ。そうですね、で意外とクリップオンでコードつなげればあっという間に環境ができます。はい、で昔ながらのこういうキーボードなんかもエルゴノミクス、エルゴノミックス、はい、人間工学に基づいたいろんな形のがご用意できてます、はい、それとあとマウスなんかも、コードが張ってほくりっぽいなとかっていうのよりこういう無線マウス、ワイヤレスマウス、はい、こういったものが今主流ですよと、はい、でしつこいようですけどコードがなくてもこれ夜中どっか行っちゃったりすることはないですよ。夜中どっかには行きません。そういうことですね、はい、で今やこのマウスパッドもすごくて、はい、iPhone の地域機能を、ね、こういうって置いとくだけで充電ができちゃう、はい、コードもつなげなくても、はい、まあ、そういう兼用のマウスパッドもありますと、ね、いうことですよね、はい、で夜中に小さい声でお話しズーム会議をしたりするときには、はい、こういうヘッドセット、しかもこれもワイヤレス、ワイヤレスと。なるほどね。でここの大塚区に、来ていただければ、はい、まあ、デスクも、はい、有名なアーロンチェアがあるんです、はい、ああいったものと一緒になってワンストップでお買い物ができるし、はい、難しいことはご提案もできます。ご提案もさせていただきます。なるほど、はい、でお部屋のインターネット回線の状況があんまり芳しくなければ、はい、それのご相談なんかも乗っていただけるそうです、ね、っていうことをしてるんですね、はい、ああ便利じゃないですかこのお店。何でも万全です。ありがとうございます、はい、ということでですね、今日はですね、この最高のデスク環境を整えようということにですね、テーマを絞ってですね、家電コーナーの池田さんとお送りいたしました。ぜひですね、細かい、詳細はですね、この、下記のホームページを参照にしていただいて、ご配慮の上、お足を運んでいただいたり、今リモートの営業もしておりますので、いろいろご相談をしてみてください。本日はどうもありがとうございました。